西田修です。ザガモタキ今年、うん、一発目のアスレチック。わぁ、いやマジか。なかなか行けてなかったけど、まあ確かに、ね、あ確かにアスレチックパワーがたまりに溜まってるよ。それストレッチなんじゃない。いやー、今年ちょっとアスレチック増やしてえなと思ってるわけですよ。いつの間にか3月ですから。そうだよ、いや、やばいよ。3人、ここはまあ同じ小学校だったんですよ、うん、で、実はね、ここに同じ小学校もう一人いて、まあ、マサイなんだけど、うん、まあ、マサイはどっちかというと野生というか理性、あ、理性もねえな、あ、理性もねえもん。いや、やばいやばい。外でバリバリに動いて遊んでるのはこの3人だった気がする。そうだね。今、忍者パークさんにお邪魔してる。はい、うん、ね、ここは武蔵浦和かな、そのお店なんですけど、そうもね、はい、結構裏にごっついのがあるんですよ。いや、すごいよ、ここ。広いよね、うん、広くて、しかも難しそうなのが、なんか久しぶりに、うん、立ち向かおうシリーズ、チャレンジ系か。やばい、いや、チャレンジ系久しぶりすぎる。2023年、体を動かしてこうよということで、一発目これか。そう、だから今年こっからめちゃくちゃ身体能力上がっていく。あー、でもちゃんと気合入れていかないとな、これ。そうなんですよ、結構やばいよ。一旦体を起こさないといけない。いや、そう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 。おはよう。割りかし本気でびっくりしたからパーン言ったの。今のでも体起きたっしょ。起きた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 。あ、もう消えないね。いやー、危ねえ。いや、今危なかったよ。よく気づいたね。今もう一発来るよ。よく気づいたね。パルクールエリアみたいなのがあるんで、はい、一旦そこで体を徐々に温めてから、まあ、確かにやりましょう。ここ、パルクールエリアっぽいね。あ、いいね。いろいろとさ、物声とかできるから、ちょっと一旦学びましょう。編集バックしたからさ、体固まってるよ。体固まってんの。だから、まあ、鬼ごっことかはしてるから体動かしてんだけど、アスレチックの体動かし方違うよね。違う、全然違う、ね、パワーは、まあ、そこそこ体重もあってあるけど、筋持久っすね。筋持久が若干心配、心配だね。だから、ちょっと今日1個ね、コースがあるんですよ。結構ヤバめなサスケコース的なのがあるのよ。完全上半身をしばきに来てんのよ。うん、そうだね。確実にこれ筋持久力なんで、まあ後でね、ちょっと見せますけど、こんなにパルクールのコースがある。最難関一回行ってみるか。いいんじゃない。一旦行ってみよう。5結構ヤバそうじゃない。はい、じゃあ5番。はい、行きます。ここをまず越えます。越える、上、はい。で、ここを越えます。はい。で、こちら、はい、はい、はい。で、Uターンします。おお、はい、一回下ろすんだ。はい、うわ、大変。で、こちらまただ。上がります。上か、降りる。はい、で、ここで曲がって、さっき言ったここを壁に持って、うわゴール。で、こっちで着地で、おお、やっぱちゃんとレベル上がったね、うん、そうだね。キムタクが言ってたんだけど、キムタクの娘さん、モデルさんとしてさ、うん、長身の方ができるじゃん、やっぱ、うん、モデルさんと、うん、なんか成長を促す、まあ、分泌するホルモンみたいなので、かかとを強く地面に打つと身長伸びるらしいの。そうだ、まあ、俺ら多分やってきてなかったんだけど、そうだね。今日着地するときに、うん、こうクッション持ちながら、かかとも意識しながらやると、ね、ここから身長伸びるらしい。この年からだってキムタクさんがさんまさんにその話したんだよ、うん、さんまさん相手に嘘つく、うん、嘘つかんでしょ。だから今日ちょっとかかとも意識しよう。OK、 ね、まだ身長伸びる可能性あるから、ちょっとじゃあやってみようか。まずここを上がる。で、これも見る。で、これもこうやって、これもこうやって降りる。で、確かここもだったけど、ここもこうやって降りる。で、ここ降りる。よいしょ。したら、あー、あのでかい壁か。でかいな、あの壁。くっそ、昔もっとかかと打っときゃよかった。いくぞ。はい、おお、いった。よいしょ、いったぞ。はい、よいしょ。結構高い。降りた時結構衝撃ある。そうだよ、ね、だって2メートルぐらいありそう。ある、ありそう、ありそう。シャキ色のおにぎりの上から降りる。シャキ色おにぎり、シャキ色おにぎり、シャキ色おにぎり。あ、シャキ色おにぎり。シャキ色おにぎりならこのぐらい。あ、そう、俺が言ってるのはシャキ色おにぎり。あ、全然違う。 NBA 選手だ。あ、そうか。バスケ選手だ。こうやって、いいよ。ここ意識だよ。立つと高いよ、確かに、うん。いけんの？いけんの？いけんの？おー、いけた。そしてここ本当に高いの。あー、降りれる。おー、おー、え、
高え、マジで高え。高いところから降りるって疲れる。疲れる、うん、一瞬緊張するし。確かに。じゃあてめえ、てめえ口悪い。いいよ、いいよ。やりすぎだ。かかとからいったね。すごいじゃん。いける、いける、いける、上がれる。よし、かかといったね。かかとで着地、かかとの着地、はい、ここ気をつけてね。気をつけてね。高い、いける。うわー、おいっしゃ、アウトソールが泣いてるよ。それ以上に膝も悪いです。やめましょう。もう体はだいぶ温まったし、下半身もちょっと使えたし。よし、あっち行ってみよう。おっ、なにこれ。待って、1個目からえぐいえぐいえぐい。スタートここで、ここから超えるでしょ。超えて、これバランス保っていって、これこれロープメイズって書いてあるんだけど、まあ多分腕とか足だけ使って、まあ、進むわけ。うん、うわっ。これよ、これランプみたいなのがぶら下がってるから、これ掴んでいけってことね。これクリアするじゃん。クリアと なんかあんのよ、これね、この黒い棒、黒い棒。結構距離あるぞこれ。うん、しかも若干ね、あの向こうが低くなってるから、距離はまあどうにかなるかもしれんけど、そこの勢いを殺せるからな。ジャンピングバーね。バーが終わったら次これだね。まあ手と足を使って、まあ、忍者ウォークって言って壁に張り付いて上に行くと。この板は両端を掴んで、まあ、前に行って、その状態で体振ってあのバー掴まなきゃね。で最後こちらですね。まあ、あの見たことあると思いますけど、これもねカン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 上にあの登っていくやつね。サーモンラダーね。一番上だけ若干高くなってんだよ。はい、うん、でそれ全てクリアして飛んでゴールかな。多すぎるね。いや多すぎるし、多すぎる、まあ、それぞれ単品でもいいぐらいの難易度。きついよね。リハビリにしてはまあまあきついところになっちゃった。いや本気で、本当に、うん、本気だ。これこれより難しいところ探す方が大変だよ。確かに。マジのやつ。いやそうなの。じゃあちょっとやっていきましょうか、はい、よし。いやマジで俺だ、本当にこれ無理だよ。いや、おい、いけるいけるいける。弱気になんなよ。帰ったらゲータレード持ってやるから。ありがとう。いけたらな。ちょっと探すの大変そうだな。坂尾くん、忍者スロー、レディスタート。しゃ、慎重にね、まず意外とね、ここはね、高低差でいく。うん、いいバランス、慎重にいこう。無理すんなよ。無理してない、無理してない。決まれ。いや、でも近い。集中しろ。近い、近い。結構よ、これ太さも絶妙よ。しかもさ、こういうのってさ、結構長いじゃん。そうだね、まあ、スピードで行った方がもしかしたら疲れないかも。でも、結局あそこで上まで行かなきゃいけないんだよ。まあそうだね。そう、だから上に乗せなきゃいけないんだよ。あ、待って、これやばいね。頑張れ。耐えろ、耐えろ。落ちた。途中で笑ったろお前。お笑い芸人でもいた ?2 本目で笑ったな。2本目ちょっと確認して、2本目おもろいか。いや、笑ったらしかロープがマジでビビるぐらいですよ。後ろを振り向いた時、ああすごく悲しい気持ちになってる。悲しい気持ち、今悲しいの。だってこんな気しか進んでないんだもん。いや、マジでむずいわ。じゃあ、行こうか、モキン。いい流れ作りたいよね。頼む頼む。それでは、モトキ君、忍者スロンスタート。これバランス感覚には自信ありますか。うん、あのバランスのいい山本選手。それバキだ。突っ込む余裕があるな。ここがむずいみたいね。一旦忍者ウォークまで行けば休憩できるはず。え、もう行っちゃっていい？え、いいよ。マジ見たい。頼む。おお。いて。あ、なになに。ああ。何今巻き込んだロープ。なんだ、ね、ロープがちゃんと難しかった、うん、あ、本当に、うん、うわ、怖っ。編み方違うよね。そう、違うよね。そう、微妙に違うんだよね、全部。やらしくね、普通に。これとこれとこれ、全部違うな。これ、やらしいね。難関がもう、すげえ難関。え、バカすぎない？あ、難関。喋りめっちゃバカだったよ。いや、バカだ。横にさ、右、左、右、左で掴もうとしたけど、縦に行った方がいいの。あー、そういうことね。うん、ちょっとそれで行ってみようかな、俺。うん、わかんないんだけど。オッケー、じゃあ、忍者スロー。チーク、行きまーす。頼む。いや、これ絶対上行った方がいいよ。で、うわ、マジか。お、いいね。うわ、掴みずれ。そうなの。うわ、掴みずれよ。ナイス。うわ、待って待って。
左が右手で行こうと思ったら左手が近いわ、こっち。うわこれ考えていかなきゃ。そこここまでは来たんだけどさ、右手出そうと思ったら右なかったの。なるほどね。で下がって左手でちょっと横着して落ちた。あ、これ難しいわ。頑張ろう。よし頑張ろう。クリアしていこう。あ、持て持て。あ、これ回るのかい。やったー。嘘。回る。横に回る。嘘。マジ横に回るわ、これマジ横にプリンって回った今。嘘。これ難しいな。固定されてるんじゃないんだ。久しぶりでやるやつじゃねえかもしれない。いや、ほんとよ。動け。しっかりトレーニングしてから、これの練習を一個一個やってからやるやつでしょ、これ。ちょっと前結構さ、こういう系パパパパってクリアしてたじゃん。してた。コロナってすごいな。2年、3年ぐらい。3年のブランクで人はこうなる。ちょっと、またこっからあれしよう。上がってこ。じゃあバチバチに鍛え直そう。お、いいね。いいよ。すらだいぶ滑るよ、あれ。いやこれ確かに持ち方悩むな。悩むね。よし、やっためちゃくちゃ滑るから、止まったら終わりや。鍛え直してもう一回来るのが適切だね。そうだ、ここは、うん、よし悩むな、行った方がいい。惜しい。悩むのは分かるわ、うん、最初ちょっと悩んだわ。勢いで行った方がこれいいよな。確かに、うん、はいはいはい。あるある探検隊、あるある探検隊。ブサイクなのにいい匂い。はい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 、あらたけんたい、あらたけんたい。みんなが思うより滑る、ここ一旦ここをクリアして降りるわ、うん、あと意外と狭いオッケーで、ここをぐるっと。なんだこりゃめちゃくちゃこれ揺れるぞ。均等にしないと絶対無理。ああ、あ、でもいや疲れるこれ。まあ、とりあえずでも、いや、あ、何もなかった。危ない危ない。ジャンピングバーはいけた。もうナイス、ここまでこれだ。いや、よく来れた、よく来れた。あーす。ノリでいこう。ごめん、ノリ妨げたわ。いいよ。これいけん。いや、いけるはず。オッケー。おー、すげえ。マジで。いいよ。頑張れ頑張れ、耐えろ、耐えて。それ、大丈夫？右と左、合法の力。右6の左4、ダメ。右 5？ 右 5？ 左 5？ 左5。図工室とかにたった1個だけ飾られてる観葉植物ぐらい揺れる。吊るされてるやつ。ある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 ほとんど枯れてるやつ。そういうところであるある持ってこないでくる。どこ行くの？すごいこれ。どこ行くの？その五号。今もう五号。なんだそりゃ。おい待て。それは聞いてない。これは聞いてない。裏切りがすごい。これ触んなきゃ分かんない。はいはいどうぞ。はいどうぞ。そこそこ。そこだな。これギリで。あんまり触れない。おお。何も問題ない。遅刻だ。基本男の子だったら大丈夫。全部ね。それでもちょっと男の子が痛い。結構高いな。高い高い高い。結構飛んでて。いや、あのね、行くかと思った。ちょっと力抜けた感はあった。やっぱ上に上がる速度が昔より遅い。あ、昔だったらギュンっていけたのに、今なんかぬるぬるぬるって感じだから。そう、ちょっと2回もやりに行こう。で、これちっちゃいと。そうなの。鍛え直します。うわー、やられた。これはアスレチックがあんまりさ、外に行けなくなっちゃって2年間ぐらいかな。そうだね。できなくなって、唯一行ける施設が、あの足を使う。で、バク宙とか前宙とかはちょっと綺麗だよ。あー、まあそうだね。側宙ができるんだよ。その分こっちやっぱやってないと落ちるもんだよ。おー、やったー。危ねー。
な、踏んだんだよ。まあそのまま3本までいけそうだったじゃん。もうちょっと加減してあげて。トノサマバッタリーフルパンチするみたいな話。やりすぎ。今ね、2スイング目がいらなかったもん。あ、なるほど、結構いけちゃうから。あ、いけるとすぎる。もう1スイング目でもう多分いけてたよ。あ、本当に。前には進めるの分かったじゃん。上からこうふわっと、そう、はいはい、手をかける感じ。そうしたら最後で見れるから。まあ改めて聞いてるコツはない。オーケー。あー、いやマジね、さっきの怖すぎて怖がるなって。違うんだって。フルストライクの方が怖いよ。それは本当に怖い。怖いだろ。2階です。変わら、次はこれで3だと変わる。はぁ、まあ、次、こちらの、キッズのやつをやりたいと思います。で、じゃあ最初元気いいよ。OK。 結構サイズあるよこれ。まあ、俺たち大人だからそれはもちろんあれだけど、子供からしたらこれ夢でしょ。お願いします。スタート。これがね、やっぱサイズが、それ次モンキーバー下がってる。どういうこと。いや待って、普通に難しいから。サイズ感が成長しすぎた。よし、耐えた耐えた。お、よし、こうやって。いやで、この呪いのお下げ、呪いのお下げ、ここは足で挟んで。呪いのお下げ。おー、いけるか。お下げだ。お下げ、お下げ、これ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 、お下げてる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 。よしよしよし、もういける、いける、もういけるぞ。飛んだ。え、これこれもあるぞ。これもある、これもある、もういける。あ、流れ込め、いけ。あー、あー、あマジで動けない。マジで手が動かない。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。言わせ。まずいよ。今年の漢字はダイヤモンド。1000万